ゲームは3回の表、巨人の攻撃。ピッチャー2番手、プロ初登板、ルーキーの伊藤純喜がマウンドに上がっています。谷を追い込んでいます。147キロ、速いまっすぐです。こちらが背番号18番、伊藤純喜。岐阜県の岐阜城北高校から入りまして、ドラフト2位、1年目の選手です。まだ18歳。いやー、フレッシュな顔が出てきましたね。なかなかストレートも速いようですね。立浪の娘さんよりも下じゃないですか、年が。なるほど、ね、はい、いや、まさしくも立浪と比べますと親子ほどなというね。こういうゲームでね、先発初登板ということでね、結構記念になりますね、伊藤もね。おー、落差のあるボール、空振りの三振。フォークでしょうかね。プロデビュー戦、カーブですね。緩いカーブ、いいカーブ投げますね。いいボールです。いやー、しかも立浪がこう、ね、引退セレモニーも行われる最後の試合で、こうやって若い力が出てきて。おー、いいボールです。バッターは阿部。完全なオーバースローですね。ね、もう見ていて気持ちがいい。真上から来ますね。はい、身長は185センチ。おー、これも素晴らしいボール。どうですか、駒さん、デビュー戦としては。いいですね、息があってね、はい、まあ、緊張はしてると思いますけどもね、攻める姿勢をどんどんアピールしたいんだと、こう話しました。変化球、おー、打ち取りました。立浪ベースカバーもそつなくこなします。ツーアウト。いやー、大先輩との連携、これは緊張するでしょうね、伊藤としてもね。ですね、もう一生の思い出になるんじゃないですか。はい、どうですか、谷と阿部をきっちり打ち取りましたよ、この大ベテラン2人ね。立浪のファースト守備。いやー、もうこちらも初めて守るファーストですが、難なくこなします。まあ、あれくらいはね、もう問題ないでしょう。はい、さあ、劣勢の状態で2番手は高卒ルーキー、プロ初登板。お、力がありますね。外よりちょっと抜けていますが、先ほどでも谷を打ち取ったカーブなんかは本当に落差のあるボールでしたね。ドロンとしたね。本当にまっすぐいいですしね、今持ってますからね、はい、順調に育ってほしいですね。うわーっと、デッドボールです。ちょっと力が入りましたか。立浪が駆け寄ります。一言だけ、まあ、気にするなっていうことでしょう。まあ、これからの時期、両チームの選手特に怖いのは小松さん、怪我ですよね。荒、ね、木がね、そうなんですね、早く治ってくれるといいんですけどね、はい、ここに試合左の手首を痛めまして、まあ、試合はお休みという荒木。ツーアウトからデッドボールでランナー出しました。プロ初マウンドの伊藤純喜。おー、いい当たりだ。ライトブランコ掴んでいる。いや、こちらも初めての経験です。ライトブランコ掴みまして3アウト。3回が終わっています。